写真拡大。宝大時代に田淵光一、山本浩二と宝生さんはガラスと呼ばれ、プロでも南海や巨人で活躍し、2015年に死去した富田勝さんの遺灰を積んだロケットが開元初日となる5月1日現地時間4月30日に米国フロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられることが分かった。宇宙葬という散骨形式の一つで、人工衛星プランで飛び立つ富田さんの遺灰は、打ち上げ後最長240年間、地球の軌道上を周回する。いい男でしたよ。先に行ってしまって今でも悲しい。と話すのは富田さんの夫人、のんこさん。続けて、今でもパパ富田さんに毎日一回は話しかけるんです。打ち上げ後は、空に向かって話しかけることができますと、春に予定されている打ち上げを待っている。富田さんは生前、宇宙葬の存在を知った。パパの知り合いの方が宇宙葬の会社をやってて、本人も希望していた。夫人が個人の意思を組み申し込んだという。実は昨年10月に打ち上げ予定だったが、天候不良のため今春に延期された。宇宙葬を手掛ける米セレスティス社の日本正規代理店となる葬儀社、株式会社銀河ステージ本社大阪市の事務局総裁ディレクター、育児恩治正人さんによると、天候もそうですが、アメリカの軍事の方針もあるので、国際情勢に影響され延期になることもありますと予定通りにはいかない。ただ、富田さんの遺灰はすでに積み込み準備を終え、ロケットの発射を待つばかりだという。日本では5年前に銀河ステージがサービスを開始した。これまでに17人の遺灰が宇宙へ。今年は富田さんの遺灰を含め10人を予定しており、年々認知度が高まっている。また、生前での申し込みも可能で、国際派女優の島田陽子がすでに申し込みを済ませている。育児さんによると、富田さんは生前、一度は野球の世界で輝いた。ライバルだった星野仙一、山本浩二、田淵光一は引退後も指導者として活躍したが、自分は忘れられている。空を見て思い出してほしいと言って、宇宙葬を希望したという。のんこ夫人もずっと空で輝いていてほしい。富田かという名前を忘れないでと話していた。神戸新聞佐藤俊之。宇宙葬プラン。銀河ステージでは4つのプランを用意。高度100キロを超え宇宙空間で散骨する宇宙飛行プラン45万円。人工衛星に遺灰を搭載。スマートフォンアプリで現在地がわかる人工衛星プラン95万円、月面まで運ぶ月旅行プラン250万円、宇宙帆船で宇宙の果てを目指す宇宙探検プラン250万円。価格はいずれも税別。遺灰は専用カプセルに。遺骨をパウダー状にした遺灰 1g 標準タイプを収納カプセルに。打ち上げ失敗に備え、予備カプセルも用意する。打ち上げ後は証明書が発行されるほか、現地で見学できない場合、打ち上げ時の動画を収めたフォトフレームが送られる。富田。加富田勝、1946年10月11日生まれ、2015年5月26日没。大阪府出身。1968年度ドラフト1位で南海に入団。70年には23本塁打を放った。73年から巨人に移籍。76年に日本ハムへ移り、77年から2年連続で打率3割以上をマークした。81年から中日でプレーし、82年に引退した。
81年に史上2人目となる12球団からの本塁打を達成。通算1303試合に出場し、打率270、107本塁打、451打点。